どうも、トマトです。さあ、今年も開幕いたしました。何が開幕したかというと、こちらですね。はい。プロ野球チップス2022。はい、こちら開幕いたしました。はい、今回ですね、早速ですが、10袋買ってまいりましたので、はい、開封動画の方をですね、やっていきたいと思います。早速ですが、ご覧ください。はい、それではですね、開封の方をしていきたいと思います。はい、では、はい、今回の第1弾はちょっと見えちゃいました。はい、はい、これは高浜選手と、おい、あ、西川選手ですね、広島の。はい、ということで、最初はこちら高浜選手と西川選手でした。はい、では続いていきます。よいしょ。では2袋目です。うよ、取りにくい。それではどうでしょうか。よいしょ。はい、藤岡選手と、はい、松原選手。はい、ですね。じゃあ、で、3袋目です。3袋目は、よいしょ、ワンボーロン、お、シン、ジン、オー、宮城選手ですね。またこれタイトルカードですね、タイトルホルダーか。なので、はい、キラではありませんね。はい、じゃあスターカードですね、スター選手、スターカード。はい、前目、4袋目、いきたいと思います。4袋目はこちら、よいしょ、来ましたね。これレジェンドカードですね。斉藤佑樹、はい、と、はい、足立選手ですね。さあ、あ、ちょっと光り方が見えちゃった。これは多分サイン入りじゃないですね、この光り方は。去年のパターンでいくと、はい、ということでレジェンドカード斉藤選手です。はい、ということでこんな感じです。こうやって見るとどうですかね。あ、一応20年は登板してないんですね。これ21年ももう引退試合ですもんね。はい、プロ野球チップスカードのいいところはこういう風に成績とか見えるところがいいんですよね。はい、ということで、はい、今シーズン、最初の、キラのカードはですね、レジェンドカードの斉藤選手でした。まあ、せっかく出たんで、ここにちょっと置いときますか、これは。はい、じゃあ、どんどんいきたいと思います。じゃあ、5袋目。せーの。はい。おー。さあ、どうですかね。スターカード出ました。で、はい、オースティン。はい。さあ、スターカード。じゃなくて、スターカードだ。スターカード、どうですかね。せーの。お、来た、いきなりサイン入り来ましたね。中村選手、はい、今シーズン第1号でーす。ということで、ここに置いておきましょう。はい、続きまして、6袋目。はい、せーの、はい、お、中日来ましたね。私も大好きな中日ドラゴンズの選手ですね、京田選手。はい、あと松田選手ですね。はい、ということで、よいしょ。はい、今日選手、今日も、はい、ショートで出ております。今日、ちなみに25日です、今これやってるの。はい、後ろで中日巨人戦流れてます。はい、
続きまして7袋目せーの、はい、お、松井選手ですね。はい、あ、お、来た、スターカード、さあどうか、せーの、はい、はい、サインなしです。サインはありませんが、はい、まあ置いときますか。はい、坂本選手、残念ながら今日は開幕、そうですね、怪我でちょっと出てないですね。一軍入りしてないので、ベンチ入りもしてないですね。はい、ということで、はい、次、8袋目。せーの、ほい、あ、ダヤン・ビシエド。いいですね。ビシエドですね、ビシエド選手。あとは、はい、林選手ですね。はい、ということで、8袋目でした。はい、では続きまして9袋目。はい、9袋目はせーの、はい、森選手。あとは、はい、はい、松原選手、はい、ということで、森選手は去年何枚か出たな、はい、今年はスターカードじゃないんですね。はい、じゃあ本日の最後、はい、こちら、いきます。10袋目、せーの、はい、あ、高橋選手ですね。はい、高橋選手もですね、これちょっと捻挫してしまいまして、開幕、はい、出遅れてしまってます。で、あともう一枚は、せーの、はい。お、タイトルホルダーだから、キラではないですね。はい。ということで、袋目、はい、高橋選手と、岡本選手でした。すみません、今後ろが気になってですね。はい、なんかビシエド選手ファーストライナーでダブルプレー取りましたね。はい。ということで、すみません、話がちょっと脱線しましたが、今回はこちら3枚のですねキラーカード、そして1枚のこちらサイン入りカードが出ましたね。はい、出だし好調です。はい、いかがだったでしょうか。今ですね、私テレビの目線の先でビシエド選手ホームラン打ちました。いいですね。ということでですね、はい、今日はですねこちら、はい、中村選手いきなりサイン入り出ましたね。いいですね。で、今回のですね2022年第1弾こちらのですねルール、はい、ですね、まず、2つ条件があって、1つ目の条件としましては、50周年記念ということなので、王選手と長嶋選手、こちらどちらも欲しいですね。なので、まずどちらもゲットしま、したいと思います。で、あとプラスもう一つの条件といたしまして、佐々木選手、ロッテの佐々木選手、もしくは、ヤクルトの、奥川選手、こちらどちらかがですね、サイン入りが出るまで買い続けたいと思います。はい、なのでですね、まだまだ先は長いと思いますが、ですね、またずっと、ご視聴の方お付き合いいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回、トマトの休日は、はい、ここからですね、どんどん開封しちゃいます。まだ購入はしてないですけど、次回もですね、プロ野球チップスですね、こちらの方を、購入してきて、また、いっぱい開封したいと思います。ご視聴よろしくお願いします。この動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。